アイシティ21は長野県東地区郡山形村にあるショッピングセンター。松本市に本社を置く井上が運営し、各店舗の井上百貨店、アイシティ21店を中心に据え、シネマコンプレックス、アイシティシネマを併設した複合商業施設である。井上百貨店と共に日本百貨店協会の加盟店となっており、日本で唯一村にある百貨店として、 認められていることになる。建物はエンクローズドモール。3階建ての井上百貨店、2階建ての専門店街からなり、それぞれがモールで結ばれている。吹き抜けスペースでは、ラジオ公開放送などのイベントが催されることが多い。ハートビル法的 OSC で、館内は全館禁煙駐車場にヘリポートを併設している。松本山が FC が、 毎年リーグ戦開幕前に吹き抜けスペースでイベントを行っており、ホームゲーム開催時には駐車場からアルウィンへのシャトルバスが運行されている。前日の通り、日本唯一の村に出展している百貨店、井上百貨店、アイシティ21店を各店舗にシネマコンプレックスのアイシティシネマ、地場系スーパーマーケットの鶴屋山形店、 加減量販店の山田電機テックランド ICT 松本店、カルチャーセンターの NHK 文化センター松本 ICT 教室などが入居している ICT21 のオープンに合わせて2000年に3スクリーンの映画館としてオープンした2003年に3スクリーンを増設現在は6スクリーン754席2010年5月1日より マスタリメージ 3D 方式の 3D 上映を導入した。松本市街地からは車で20分。最寄りの塩尻北インターチェンジからも20分。店舗北側を長野県道291号新田松本線、南側大西車線の村道が通っており、自家用車での来店が便利である。駐車場は店舗を取り囲むように配置されている。駐車台数は2000台。 ありがとうございます。